はいどうも、ビップです。やってきました、ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということでですね、本日の動画はですね、イチローセレクションの動画でされてます。いやー、来ました、イチローセレクション。こんだけ今テンション上がってるけど、今ある4時20分です。はい、1時間寝坊しました。すいません。やばい、動画間に合うかな。ちょっとね、早くね、動画の編集したいんですけども、まずね、このね、いろいろ変わってるこの、何これ、右、2列なってるやん。今後増えそうやん、絶対ここ。この隙間。iPad だけか？ニュース。まあ、これお知らせ見てみようか。はい、まあね、出る選手と能力はもう昨日、イチロー選手のね、あの、コナミさんの公式の動画で見てるんで、特殊能力だけはまだ見てないですけど、まあ、おそらくあんま変わってないでしょう。で、369、イチローセレクション確定の10連目以降はイチローセレクション確定。でかい！あ、10回目以降ね。でかい。で、プレゼントスカウト。あ、対決カーニバル、またイチローセレクション、あるか。はいはいはい。で、ミキサーありますと。OK。で、このインフォー、めっちゃ見やすい、めっちゃ。めっちゃ見やすい。あ、ユニフォーム買おうか。ユニフォーム。ちょっと待ってね。例えば巨人は？あー、オールドユニフォーム。買おう。スクロールせなあかんのかい。めんどくさいの。お、めんどくさ。はいはいはい。やった。これちょっと全部買っとこう、後で。で、あとは、あ、さ、選手量追加したんやん。いや、これ、もうこれバリでかい。名前も変えれるらしい。これマジででかい。はい。え、30名？少な。は？あ、量拡張できる。びっくりした。これちょっと500にしとこう。え？ 100？ 少な。まあまあまあ、わがまま言われへんか。うわ、もうちょい。マジか。だって同じ建物の大きさやったら、選手量も、入る人数一緒にしてよ。建物の大きさ一緒やん。それやったらちょっと小さくしててよ。ややこしいな。まあいいわ。まあ、あとはそんなもんかな。ってことで、じゃあ早速、イチローセレクションの選手見ていきましょうか。はい、じゃあまず、金田正一選手ね。まあ、イチローさんが言ってましたね。キャッチボール一回したことあって、もうカーブがすごかったと。ということで、このカーブの量ね。うん。まあ、金田選手ね、結構超高速フェードやったら使われてたので、まあ、ゲットしたら育成する価値は全然あります。はい。ストレートマジで速いんで。うん。で、この超高速球のね、改善が入ったということで、めっちゃ速いからね、多分。で、掛布選手ね。まあ、掛布選手はまあ強いよ。サードの超広角アーチ存在感。けど、掛布選手と村上選手どっち使うって言われたら迷うな。これ村上選手の方が能力上がりそうやしな。まあ、欲しいっちゃ欲しいけど、絶対に。うん。来ました、王貞治。世界の王。もう王さんのね、王さん広角ないけど、マジで飛んでいくからね。もうパワーがありすぎて。もう王さんは絶対にゲットする。マジで。一番欲しい。はい。で、野村健次郎選手ね。野村選手もね、欲しいな。で、ショートの左でしょ。欲しいわ。俺、左バッター好きやから。坂本選手外すのはちょっと考えられへんけど、野村選手欲しいな。で、中日松坂大輔選手。ストレートカット、ツーシームあるんよね。で、スライダーはね、あの、全盛期の時よりも落ちてるけど、高速スライダーよりも。まあ、ツーシームのフォークで、で、タイピン、あれ、これ超タイピンじゃなかったっけ？機能性か。奪三振タイピン援護。まあまあまあ、タイピンあるだけマシかなって感じなんで、まあ、欲しいっすね、僕は。純正なんで。はい。で、佐々木選手。まあ、佐々木選手はまあ、変わってないよね。うん。脱存在感。まあまあ、この存在感がマジで強いから。相手の能力バカ落とすからね。見てこれ。大ダウンよ。佐々木選手出てきたらマジでホームラン出にくい。で、オリックス、福良選手。中段で、まあ、福良選手、まあ、一番けど僕、欲しではないかな。うん。能力的にも。まあ、最高の2番バッターとは言ってました、イチロー選手がね。打ち方あるんかな？ないんかーい。で、ヒルマンどう能力？ストレート、スライダーか？ヒルマン、イチロー選手、動くボールって言ってたよ。動くんやろ、もちろん。ストレートとか、投げ方も普通やないかーい。何やそれ。アンドリュー・ジョーンズ。まあ、ジョーンズはね、イチロー選手がそのセンターでの査定で言ってたんで、そのもう、あんなセンターの守備はいないって。ゴールデングラブ賞10回取ったんでしたっけ、ジョーンズ。こんなセンターの選手はいないって言ってたのに、センターじゃなくファーストで出してきた。いらないな。ってなると、センターでの能力見たかったな。まあ、そうなるとメジャーでの能力になっちゃうもんな。そっか。そやな。さしゃあないか。おお、打ち方おる。まあ、強いけどな。うん。で、城島選手ことジョージ・マッケンジー選手。強いな。ミパ同値。守備も A 行く。スローイングも79まで行く。強っ。補給 C も行く。超パワー、保守チャンス。いや、強えな、これ。この城島選手が一ちゃん強いぞ。強っ。欲しい。で、張本勲さん。高弾道、ミート。うわ、でっかミート。てか、画面右行きすぎでしょ、これ。顔もなんか、のっぺらぼうみたいになってるけど。まあ、守備は、愛も軽さも良くないけど、超阿部飛行格チャンス。やばミート99行くな。強っ。で、最後、秋山浩二選手ね。もう、アスリートって言ってましたね、イチロー選手は。守備積極、うわ、強っ。守備積極か。超パーヒ、あ、フルヒダンや。なるほどね。ただ、秋山選手結構でかいんすよね、打席立ったら。はい、ということで、じゃあ早速引いていくんですけども、もうこのプレミアムスカウトのこれはちょっとあんまりもう興味ないので、LINE で、
出します。はい、久々に。ごめんなさい、ちょっと LINE 動画ちょっと出してなかったんで、久々に LINE 動画出します。はい、まあ狙いの選手はもちろんいるんで、まあそれも LINE で言いますと。じゃあもう早速狙いの選手いこう。狙いの選手は金田選手、掛布選手、王選手、野村健次郎選手、一郎選手、王選手、野村健次郎選手、一郎選手、佐々木選手で、福良選手飛ばして、ヒルマン飛ばして、ジョーンズ飛ばして、城島選手、張本勲選手でかって感じかな。だから3名以外やね。だから9名欲しいです。はい、やばい。ただ一郎セレクションオーダーってのを組みたいから、全員ゲットしといてもいい。別にコンプリートしてもいい。限界突破せんでもね、オーダーは組めるから。ってことで1回目いきましょう。大事よ、大事だよ。レッツゴー。白、1回目から来ないか。こういうガチャは1回目から来てくれたらもうめちゃめちゃテンション上がるんやけどね。 50% でしょ、多分 50% でしょ。さあ、G チームはなんとなくオリックスにしてます。だから打たなくていい。いやー、まあまあまあ、これ A ランクはどうなん。 A ランクはあるんかな。一郎セレクション、ごめん、ちょっとそこ見てなかった。見とこ。うわ、 30% やん。 30% ですやん、きつ。まあしゃあないか、 30% は。いや、今なんかちょっとおかしかった。いや、そんなことなかったか。おかしくはなかった。はい、じゃあ3回目、ここ一郎セレクション1人確定。さあ、一発目は誰が出るかな。2枚引きしてもいいやで、レインボー。さあ、打つか打たないかだけ確認しましょうか。打たない、 OK。 さあ誰でしょう。あー、村上選手。さあ、テンション上がってます今。めちゃくちゃテンションマックスです。起きたばっかりですけど、僕またロハスジュニア来年おるかな。はいはい、あー、クソス選手。さあ、いきます。1回目、1人目お願いします。誰、掛布選手。オーケーオーケー。代打枠でも全然ね、ギータよりかは今んとこ代打枠では全然いいんで、能力的に。よしよし。さあ、ナイス滑り出し。4回目。まあ、今回累計もあるからな。まあ、とりあえず90連まで引いて、明日累計開封動画出してでーって感じかな。使ってみたらしかな、どうやろ。いやけど王監督引くまではとりあえず行かないとあかんからな。はい、なーし。5回目かな。そういえばあれやね。お、レッツゴーレッツゴー。しょ、なんでないのこれ。確定以外での調子くんレッツゴーしろないやん、マジで。てかほんまガチャエース、またまたこの話になるわこの話したら絶対にガチャエース変えろって話になるからな。はい、いやー、この前のあれ見ました。パワースピー、パワースピーのやつ、またよかったら見てくださいね。はい、僕が出てるやつ。ってことで6回目お願いします。さあ、誰が出るかな。オッケー、レッツゴー。あ、2枚引きある、2枚引きある。レインボー、あー、レインボー大事。ここレインボー大事、ここレインボー大丈夫。いや、マジか。打つか。オーケー、まあまあまあ。さあ、誰でしょう。張本さん出そう。今1回目の B ランクが張本さんやったから、なんとなく張本さんフラグビンビン立ってます今。これで張本さんが出たらエスパービップ来い。うわ、マジか。アンドリュー・ジョーンズ来た。マジか。いや、ジョーンズは使わんな多分。まあまあ、オッケーオッケー、7回目いこう。いや、これ王さん引くまで終われませんの動画撮るしかねえなこれ。いや、まだ分からんけど、可能性的には。いや、途中で全然来れへんやん。お願い。いや、8回目、頼むよ。そろそろ確定外で、確定外で来いよ。お願い、来い、頼む。なんでやねん。しかもレインボーじゃないこれ、金田選手だけ違う。え、なんか金田選手だけレインボーじゃない。ちょっとごめん、やっぱギャンブラーやったからレインボーに反応しちゃった。あれ、あ、みんなそうや、みんなレインボーやった。ってことで、こっち金田選手と掛布選手ぶち当てたってことやから、王選手来るでしょ。9回目、カモン。2枚引き。いやー、2枚引きないか、なさそうやね。打つか打たないだけ、打たない。よし、オッケーオッケー、ふくら選手はなさそう。さあ、ここ王監督引いたら、まあもう別にいいけどね。いや、松坂選手欲しいな。松坂選手はいるな。ほい、あ、さあ、いきます。9回目、ラスト来い。誰だ、なんでやねん。いや、ちょっとこれは諦められへんやろ。こっからはもう S ランク確定なんでね、もうマジで S ランク出します。はい、マジでこっからは確定。レッツゴー、白見せてみろお前、見せてみろよお前、根性を。調子くん、レッツゴーから白出して、白ありますよってとこ見せんかい。いやー、なんや、これな、これここ好き。あ、びっくりした、あ、びっくりした、びっくりした。ここ好き、掛布さんの A ランクナイス。称号チャレンジできる、来い。いやー、おー、高梨選手、あれ高梨選手出てたっけ、中継ぎ。まあいいや。はい、
いやー 20% は無理やろな。ちょっとエナジーがない。あと2回。はい、追加してきましたと。はい、いつものことです。さあ、もうちょっと自治に変えたらよかったな。いやー、ちょっと中日ドラゴンズにしよう。やっぱり来い。なんかイチロー選手がオリックス出身やから、オリックスの自チームにしとったら縁起がいいかなと思ったけど、縁起もクソも何もあらへんわ、ほんまに。そんな名もないわこのゲームに。マジ。ラスト。いやもう100連目以降 S 出ない。おいしょおいしょ、来たよこれ。2枚引きレモン、よし。青、惜しい。2枚でもあった可能性は。リースキルはなさそう。さあ誰が出るか。これラストですよ。これ動画のラスト締めくくるの。誰が出るか。王監督出ろ、王監督出ろ。マジで頼む、マジで来い王さん。なんでやねん。1枚、もう1枚あるかこれ。もう1枚。あ、もうなんで掛布さんこんな出んのマジで。はい、ということでありました。